こんにちは、こんばんは、モナチャンネルです。ボナーボナー、本日もプロスペース実況頑張っていきたいと思います。本日の企画はこちら。さあ、ということでね、緊急メンテナンスなんかもありましたけどもね、ついに2020もベスト9タイトルホルダーが登場しました。ここ待ってた人多いんじゃないですか。でね、まあ僕は巨人のね、純正チームでやってるんですけども、今年はね、まあ巨人、まあ、そしてソフトバンクもかな。めちゃめちゃ人数が多いんで、まあね、ちょっと第3弾ぐらいまで多分あると思うんですけど、どうやって引いていこうかなーっていうのをね、めちゃめちゃ悩んだ結果、まあとりあえず100回引こうかなと思います。で、第1弾のラインナップは、まあ今画像にね、出てる選手たちなんですけども、まあベスト9タイトルホルダーは12球団でね、まあ出てるチーム出てないチーム、まあちょっと色々あるのでね、まあちょっとバランスはね、悪い感じで輩出になるんですけども、この選手たちが輩出されますということで、なんで、いつもね、30連、60連、90連目で、ベスト9タイトルホルダー第1弾1人確定で、100連目以降は、S が出たら確定という感じですね。で、僕の体感なんですけど、ベスト9タイトルホルダーのガチャは結構渋いことが多いんですけどね。まあ、まあ、リアルラックなんで結局は。なんとも言えないですけど、ちょっとね、どうなんだろうなってところありますね。で、今回はドリームキャラバンが来てて、ドリームキャラバンの累計報酬がベスト9タイトルホルダーになってます。で、そして、これですね。ベスト9タイトルホルダーの、ミキサーが来てますね。3人入れると、また違う、その3人とは別の選手。で、セレクトミキサーもあって、6人入れたら、まあ、欲しい選手は確定というところですね。とりあえず第1弾では僕はまあ坂本選手をね、もちろん狙っていきます。シリーズ2の坂本選手を持ってないんで、単純にねプラス 1だったかな、プラス1されてるんだよね、プラス1されて、しかも3600なので、まあ最強決定戦もねこの後に控えてるんで、まあここをね取れるか取れないか、そして強化できるかできないかっていうところが結構ね、まあ分かれ目になっていくんじゃないかなと。そして1月から3月がですね、まあ、プロスピはもう課金額が一番半端ないことになるという月ですので、まあ、皆さんもね、まあ、分かってるとは思うんですけども、まあ、気をつけつつ、精一杯頑張っていけたらいいかなと思います。ということでね、まあ、ちょっと長々喋ってますけど、本日の動画は、坂本選手出るまで終われませんやっていきたいと思います。まあ、逆に言ったら10年目で終わるかもしれませんが、というところではありますね。ただこのセレクトミキサーが、これ第1弾だけなんですよね。第2弾、第3弾の選手は入れられないっていうところがね、ちょっとねっていうところありますね。巨人、ちょっと巨人の選手のことばっかり申し訳ないんですけど、まあ、5人だよね、確か出てるんで。まあ、今回はだから一番当てづらいところでありますね。逆にソフトバンク純正の人は、ま、12分の3なんで、しかも、いいんじゃないかなと思いますね。まあ、純正じゃなくてもね、もちろんベスト9タイトルホルダーの選手なんでね。まあ、無課金の人が誰とっても、まあ、大台に入ってくるんじゃないかなというところであります。内容がね、結構濃くなりそうなので、今回は、まあ、選手紹介なんかね、ちょっと他の方を参考にするなりしていただいて、僕の動画ではね、ガチャ中心にね、やっていこうと思います。それではやっていきましょう。はい、ということでガチャ画面来たんですけど、ガチャ画面っていうか、まあ先週詳細になってるんですけど、まあちょっとね、見ないとは言ったんですけど、ここで拝んどこうかなと、お願いしますと。やっぱ背景がさ、めっちゃいいですよね、ベスト9タイトルホルダーで。僕は坂本選手欲しいんですけど、ちょっと守備適性がね、B の70なんでね、A やったのになーと思いつつも、守備の指標はね、めちゃめちゃいいはずなんでね、まあ、その辺もちょっと加味してほしいなというところでありますね。パワーヒット広角がついてますね。めっちゃ強い。じゃあで、タイトルホルダーだと銀色になるんですよね。ベスト9タイトルホルダー。いや、銀も銀でさ、なんか安っぽくない銀だからさ、かっこいいよね、これは。ああ、いいね。引きたいね。はい、ということで、これからね、ガチャを引いていこうかなと思います。いやー、どうしても必要なんですよ。坂本選手ね、守備めっちゃ下がってるんだけど、まあ、スピッツ上げていかないとってところあるんでね。坂本選手取りに行きましょう。ということで、まあ単純に A ランクも欲しいです。さあ行きます。皆さん100連の旅へ。さあ、購入1回目、10連目行きます。あー、マジで、最悪セレクトミキサーあるんで。あ、調子くんレッツゴーだ。あー、ここで光ったら確定みたいなのあったよね。
まあ、A は確定っすね。さあどうだ。まあ、確定枠が30連目までないんで、どうだ。まあ、通常のとこから出るとは思ってないですね、もはやですけど。A ランクあざっす。もうね、ベスト9タイトルホルダー A も出るイメージないっすから、そもそも去年も結構エグかったっすね。さあ10人目、はい、 OK です。まあ、こういう感じが多分続くんじゃないかなと思います。ちなみになんですけど、確率が10人目だとしてももう 0.05%、 えぐいな。まあどんどん引いていきましょうか。30連目の確定とかで終わりたいっすね、できれば。あ、月出てますよ、月。よいしょ。さあ、お願いします。もう一個、もう一個行こう、もう一個行こう。ここが長いとね、いかないよね。自チームの演出でバック、おお来ないと思ってた。来た。これか。ああ、山手です選手。いや、無課金で欲しかったな。無課金引くかめっちゃ悩んでるんですよね、ベスト9。しかも引いてしまった。いや、でもこれいいっす、これいいっす。最悪の場合考えてセレクトミキサーもあるんで、あと1人出たらセレクトミキサー確定なんで、最悪この100連で坂本選手出なくても。これはでけえわ。富崎選手ありがとうございます。かっこいいな背景。2枚引き、まあ、A がねえな、ね、はい、ラスト。いやー、でかい。これはでかいで、外崎選手。うわー、もう守備いいね、これ。口角がやっぱ強いっすよね、最近は。いやー、でかいわ、マジででかい。この何もないとこから引いたのマジででかいよ、これ。さあ、ということでいきましょう。30連目確定枠です。ここで終わってほしいよ。自チームの演出がさ、本当にそうなのかっていうね。あれなくても自チーム出たからさ、結局前。おおひ、おいおい、なんもない、なんもない。で、あんまりもし、おーっと、これは頼むぞ、マジ頼むぞ。これは来てしまうのか、神が。途中で来ないで、マジで途中で来ないで、本当に来ないで途中で。ですよね。ということは皆さん、これはもう、やったやばい。これは俺、坂本選手の運めっちゃあるんだよな。なんか去年もこれだっけ。確か出るまで終われません企画やったんすよね、去年も。去年もベスト9タイトルホルダーだったっけ。10連目とかで出たんすよ、去年。うわ、これはやばい。完全に100連するつもりでいたのに。かあ、今日運いい、やべえ。はい、ということで皆さん引いちゃいました。ちょっとまだここ入ってないんですけど、あ、これあれか、見れないか。ちょっと後で受け取ってね、育てていきたいと思います。これはやばいわ。もうなんか久々に激アツだったね。ということで、すいません、坂本選手出るまでっていう企画だったんで、完全に心の中で100連回して、で、キャラバンやってっていうところは僕の中には見えてたんですけど、ちょっと僕の運が今日勝っちゃいましたね。いや、マジで嬉しい、これは。ということで、第2弾、第3弾に向けても、まあ、エナジーをね、ちょっと貯めていって、まあ、100連ずつね、やっていこうかなと思いますので、これは嬉しい。
はい、ということでベストナインタイトルホルダーね、皆さんもまあ引いてると思う、引いてる方が多いと思うので、ぜひねコメント欄にこんな結果でしたなんてね書いていってもらえると嬉しいです。ということで、今後も、頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。チャンネル欄にこの通知ボタンを押していただけたら、動画があったらすぐに通知が飛んでいくので、ぜひそちらのも押してください。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。